フクロウ液腸チャネル。ナトリウムイオン電池とは、ナトリウムイオン電池 NIB はリチウムイオン電池 LIB と同様に充放電が可能な二次電池です。主な構成要素として、正極にナトリウム酸化物、負極に炭素材料ハードカーボン、そして有機溶媒を含む電解液が使われます。ナトリウムイオンが正極から負極、またその逆に移動することで電気エネルギーを蓄えたり放出したりする仕組みです。ナトリウムイオン電池の特性と利点。資源の豊富さとコスト。ナトリウムは地球上に広く存在する元素で、海水中にも大量に含まれています。これに対してリチウムは希少であり、特定の地域に偏在しているため供給リスクがあります。このためナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池に比べてコストが低く、資源供給のリスクも少ないという利点があります。安全性と使用環境。ナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池に比べて安全性が高いとされています。これはナトリウムがリチウムよりも化学的に安定しているためであり、過充電や短絡などの状況でも発火や爆発のリスクが低いとされています。またナトリウムイオン電池は低温から高温まで広範な温度範囲で動作可能であり、特に寒冷地での使用に適しています。急速充電能力。ナトリウムイオン電池は急速充電が可能であり、リチウムイオン電池の数倍の速度で充電が行えます。例えば中国 CATL ネイトク時代が開発したナトリウムイオン電池は15分で 80% の充電を達成しています。これらは特筆すべき利点ですね。トヨタのナトリウムイオン電池に関する取り組み。トヨタの全固体電池技術。トヨタ自動車は電気自動車 EV 用の次世代電池技術として全固体電池に力を入れています。全固体電池は従来のリチウムイオン電池の液体電解質を固体電解質に置き換えたもので、以下の特性を持っています。高エネルギー密度と長寿命。全固体電池は高いエネルギー密度を持っており、単位体積あたりの電力容量が大きいです。また充放電サイクル寿命も長いため、長期間使用することができます。安全性。固体電解質を使用することで発火や爆発のリスクが大幅に低減されます。これにより EV の安全性が向上し、事故のリスクが減少します。トヨタのナトリウムイオン電池の研究開発。トヨタは全固体電池技術をナトリウムイオン電池にも応用する研究を進めており、その理由は以下の通りです。コスト効率。ナトリウムはリチウムに比べて安価であり、全固体ナトリウムイオン電池の生産においてもコストを抑えることができます。トヨタはこれにより EV の普及を妨げるコストの壁を克服しようとしています。資源供給リスクの軽減。リチウム供給の不安定さを回避するため、ナトリウムイオン電池は非常に有効な代替手段となります。特に日本のように資源が限られている国においては、この技術は戦略的に非常に重要です。環境への配慮。ナトリウムイオン電池の材料は比較的環境への負荷が少なく、リサイクルも容易であるため、トヨタの持続可能性のビジョンにも合致します。トヨタの具体的な研究進展。トヨタはナトリウムイオン電池の研究開発において以下のような具体的な進展を遂げています。正極材料の改善。トヨタはナトリウムイオン電池の正極材料としてナトリウム酸化物の高性能化を進めています。これによりエネルギー密度を向上させ、従来のリチウムイオン電池に劣らない性能を実現することを目指しています。
固体電解質の開発、固体電解質の選定と最適化を進めることで、全固体ナトリウムイオン電池の性能と安全性を高めています。特に電解質と電極の界面特性の改善により、電池の効率と寿命を向上させる研究が進行中です。製造プロセスとコスト削減、量産化に向けた製造プロセスの最適化も重要な研究テーマです。トヨタはナトリウムイオン電池の大量生産に向けて効率的な製造方法を開発し、コストを削減する取り組みを進めています。中国 CATL の実用化と影響。 CATL の取り組み。中国の CATL ネイトク時代新能源鍵はナトリウムイオン電池の実用化において世界をリードしています。同社は2021年にナトリウムイオン電池の量産を発表し、2023年には量産化を開始しています。エネルギー密度と性能。 CATL のナトリウムイオン電池はエネルギー密度が 160Wh/kg とやや低いものの、急速充電や低温動作特性が優れています。また2023年には 200Wh/kg を目指す技術的な見通しが立っています。コスト効率。 CATL の試算によれば、ナトリウムイオン電池の量産により製造コストは現在の LIB の7割程度に抑えられるとのことです。このコスト効率の良さは EV の普及に大きく貢献する可能性があります。CATL の実用化事例。 CATL はナトリウムイオン電池を EV に搭載する計画を発表し、2023年4月にはシェリーオートモービル気づい汽車の EV に採用されることが明らかになりました。これによりナトリウムイオン電池の実用化が加速し、他の自動車メーカーにも影響を与えています。日本企業への影響。 CATL の成功は日本企業にも大きな刺激となっています。特にトヨタをはじめとする日本の自動車メーカーや電池メーカーは、競争力を高めるためにナトリウムイオン電池の研究開発に力を入れています。ナトリウムイオン電池のデメリットと課題。エネルギー密度の課題。ナトリウムイオン電池の最大の課題はエネルギー密度の低さです。リチウムイオン電池のエネルギー密度200〜270Wh/kg に対して、ナトリウムイオン電池のエネルギー密度は 160Wh/kg 程度です。これにより同じ体積や重量での電力容量が少なくなるため、エネルギー密度の向上が求められています。重量の問題。ナトリウムの原子量はリチウムの約3倍であり、イオン体積も2倍です。これにより電池全体の重量が増加し、携帯機器やドローンなどの軽量化が求められる用途には不向きです。しかし電力貯蔵システムや EV など重量の影響が少ない用途では問題になりません。安全性の確保。ナトリウムはリチウム同様に発火性や爆発性を持つため、水に触れると激しく反応します。これにより安全性の懸念があります。製品化にあたっては適切な安全対策が必要となります。具体的には防爆構造の設計や絶縁材料の最適化などが求められます。将来的な展望と応用。ナトリウムイオン電池の今後の展望。ナトリウムイオン電池の研究開発は急速に進んでおり、今後の進展が期待されています。特にエネルギー密度の向上や電池寿命の延長、安全性の確保が課題として挙げられていますが、これらの課題が解決されればナトリウムイオン電池は広範な応用が期待されます。応用分野の拡大。電動車両。ナトリウムイオン電池は EV や電動バイク、
電動バスなどの電動車両において重要な役割を果たすでしょう。特にコスト効率の良さと安全性の高さから広範な普及が期待されます。電力貯蔵システム ESS 再生可能エネルギーの普及に伴い電力貯蔵システムの需要も増加しています。ナトリウムイオン電池はコスト効率の良さや長寿命から ESS においても有望な選択肢となります。ポータブル電源、ナトリウムイオン電池を搭載したポータブル電源はキャンプや災害時の非常用電源として、また家庭用のバックアップ電源としても利用が期待されます。トヨタの取り組みと未来。トヨタはナトリウムイオン電池を含む次世代電池技術の研究開発を加速させ、2030年までに電動車両のラインアップを大幅に拡充する計画を立てています。また全固体電池の開発も合わせて進めることで、エネルギー密度の向上と安全性の確保を図り、 EV 市場での競争力を高めることを目指しています。終わりに、ナトリウムイオン電池はリチウムイオン電池の課題を克服する新たな選択肢として、その価値がますます高まっています。トヨタをはじめとする企業の取り組みにより、ナトリウムイオン電池の実用化が進み、電動車両やエネルギー貯蔵システムの普及が加速することが期待されます。今後の技術革新と市場展開に注目が集まります。本日はご視聴誠にありがとうございました。番組登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。